はい、どうもシャマです。本日はふくふくオリパさんの5000円以上お買い上げごとに1パックプレゼントパック開けていきたいと思います。表紙になんかブルーアイズとかね、ホーリーナイトドラゴンとか映ってるんですけども、まあブルーアイズ当たったらいいなという感じですよね。はい、今回ノーカット放送でいきたいと思います。普段ね、カットされてないとどれだけね、編集がないことによってつまらなくなるのかっていうのをね、皆さんにお教え しようかなと、思って開封するんですが、やばいよ、これ顔が映る危険性がありますよ。今回顔映らないってところでもね、注目していただければと思います。よいしょ、はい。あ、結構入ってる。え、何パックだこれ ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、16プラス。これ前回ですね。前回の、福福オリパさんのパック買った時に、なんかこれ入ってた。これ入ってたけど、これ遊戯王やってないとわかんないんだな、多分な。はい。私は基本的にはもう初期カード以外わからないんでね。遊戯王 GX。まあ、約第3期とか第4期ぐらいまでのね、カードしかわからないんで、もう当てにしないでください。もう私からのね、私の情報、この動画を見て、遊戯王の知識を得ようと思っている方は、もうね、すぐさまブラウザバックをしてください。はい、もう本当にわかんないからね。よいしょ、では行きましょう。ほい。お、なんだこれ。DDD、スーパードゥームキングダークアルマゲドン。アルマゲドン?チャラチャチャーン、チャチャーンってやつか。ほー、これが地球に向かって迫ってくるのね。うん、でも3500、3000ってめちゃくちゃ強そうだよね、これね。DDD ってなんだろうね。うん、はい、まあ、ここでね、デブ、例えばデブ、デブデベソデ、デカキンじゃない、やめよう。はい、次いきます。ガロスライトスワンウォーリアーなんかめっちゃガタいいおっさん来たな。このおっさんの太ももやばいね。競輪選手みたいになってるな。はい、ウォーリアーエフェクト。もうこれね、ついにね、新しいカードプラス、英語ってなってるんで、もう私には完全にわかりませんね。はい。まあ、でも、おそらく使われるカードなんでしょう。5000円以上パックですからね。はい、アビスコール。お、これいい、かわいいな、なんか。うん、なんかアビスが降ってきてんだな、いっぱいな。はい、アーメイル。アーメイル?マーメイルか。アーメイルってあの、初期カードのなんかいたじゃないですか。700、1400みたいな感じの。あれ?頭左腕、右腕、左腕を揃えて、シリアルナンバーを送ると、おー、スリーブもらえんの?はい、頭 HQ77 ってきた。やばい、動画で公開しちゃったよ。まあいいや。私送らないんでね。はい。頭です。よいしょ、エグゾディアさんの頭です。うん。全部来るかな?この動画で全部揃ったら面白いね。はい、では行きましょう。よいしょ。ん?なんだこれ?拷問機械みたいなの来た。鳥獣武者第8。あ、なんかこういう人いる。世界一周したみたいな人。こういう人いるよね。リアカーで日本じゃない。世界一周みたいなね。うん。まあ、それをモチーフにしたかどうかはわかりませんが。はい、次開けていきましょう。ほとんど多分新しいカードだね。はい、グルナード。あ、なんか細かい点々が。皆さん見えます?この細かい点々がなんか全面にかかってて、すごい気持ち悪い。月界の故障ね。故障降りかかってるみたいになってるんだ、なんか。なんか氷結界の召喚を行えるらしいですよ。はい。氷結界テーマっていうのがあるのかね。よいしょ。あ、次、英語が来てますね。はい。あー、なんだこれ。ザフィオン・ザ・タイム・ロード。なんか、いけそうでいけないって感じの女性ですね。ギリいけそう。あれ美人じゃない？え、美人いや、もうこれ、ちょっと、美人、みたいな。なかなか際どいラインを攻めてくる女性ですね。これは強い。はい。これが強いって何が強いんだよ。はい、次行きましょう。キャッスルリンク。なんか絵がめっちゃかっこいいんだけど、これ。シュワシュワしてる絵が。この細かい点々も全部光るっていうのすごいね。この印刷技術の高さですよ。はい、キャッスルリンクは、まあ、何をするカードかわかりませんが、やっぱ遊戯王のこのね、レアカードの印刷技術の高さよね。ジェットウォーリアー、これもなんかシュワシュワした、はい、レアですね。細かい点々がついててゴマみたいなやつですね。なんか表面ツルツルになってて、ちょっと高級感がありますね。よいしょ、次行きましょう。ブルーアイズ来ないかな、ブルーアイズ。よいしょ。ギャラクシーソルジャー、2000なんだね。なんか結構振り切ったやつ好きだわ。振り切ったやつの方が面白いね、やっぱね。1500、1200みたいなエルフの剣士みたいなやつ面白くないからね。1400だっけ。武人帝つくよみ。
あー、これ完全に日本語を英語にした感じですかね。うん、なんか触覚みたいなの出てる。これこれなんだ、雲とかなのかな。ベストウォーリアー、ビーストウォーリアーか。ベストウォーリアーってなんだ、なんか戦士の中でもベストみたいな、戦士の中でも最高みたいなね。はい、無人手つくもう一回来た。なんだっけ、四天王の中でも奴は最弱みたいなね。あれあれ、これはまた来た。はい、右足ですね、右足、右足来ましたね。ほい、右足、うちは右腕か、右腕ですね。よいしょ、これ全部揃ったら面白いね、この動画でね。誰かもう送ったら早い者勝ちだよ、これ。はい、ザフィオン、あ、来た。うん、ギリギリ、美人か美人じゃないところの際どいところにいる人ね。はい。よいしょ。次、よいしょ。お、ネオギャラクシーアイズ、ファントムドラゴン。ファントンドラゴン。ファントムじゃないね、ファントンなんだね。うん、なんかピンク色と紫色でね、うん、なんか一部の女性に受けそうなカラーリングですよね。はい。この光見るともう全部シンゴジラにしか見えないっていうね。シンゴジラしか分かる人、シンゴジラ分かる人しか通用しないネタをこうやってばらまいていくとね、うん、視聴者が減ります。次、オッドアイズランサードラゴン。オッドアイズペンデュラムドラゴンしか知らないぞ。うん、ランサードラゴンね、ランスってことで槍がねついてますが、もう槍逃げって感じですよね。はい、次、よいしょ、スッ、ほい、お、イグナイトスティンガー、イグナイトか。うん、なんか機械みたいなやつ多いね、こういうね。なんかメカニックみたいなやつが結構多い気がするな。ほい、あ、これまた来たんじゃない。よいしょ、はい、腕ですねあと2パーツで揃うよ、これ。私のせいで2パーツ揃っちゃうよ。はいはい、ビジョンヒーローアドーラション、なんかかっこいいんだけど、これ忍者みたいなやつで、フュージョンって書いてあるし、あ、そうか、フュージョン融合か。はあ、忍者シリーズって言うとね、なんだっけ、伊賀忍黒け影じゃなくて、漆黒の、なんかいなかったっけ、漆黒のやつ。漆黒のブラック忍者、それ被ってるね。黒と黒が被ってるな。ブラック忍者っているじゃないですか。除外されてまた戻ってくるやつ。あいつめっちゃ使ってたんですよね。はい、資源の目をな、なんもうこれ何が書いてあるかわかんないよ、これ。うん。なんかトトロみたいなのがいるけどね。はい。お墓の前にトトロみたいなのがいる。うん。名誉だったんだね、トトロはね。よいしょ。森の中にサイバーラーバー。え？何このなんかサイバードラゴンの赤ちゃんみたいな気持ち悪い、これ。うわぁ。これでもシークレットなんだね。相当強いんだろうな。サイバー系ってまだ、あれなんだね。カード出てたんだね。うわぁ、気持ち悪い、これ。なんか尻尾みたいなの生えてるし。いやぁ、実世界で絶対会いたくないわ。あい虫みたいなの嫌だね、なんかね。はい、クラス。さあ、クルセイダー・オブ・エンディミオン。エンディミオン。なんかこれ、レリーフではないのか。若干これ、レリっぽくなってる。レリ感があるんだけど、ないな。よく触ったらないな。はい、なんか真ん中のところで折れてますけど。こいつは、なんだ？なんか、陰陽師的なクリーチャーがいんのかな？そういう。日本っぽいクリーチャーがいんのかな？はい、カイザー・サクリファイス。お！なにこれ、生贄召喚したとき、成功したとき、このカードを手札に戻す。カイザーサクリファイス？カイザー海馬？カイザー海馬？絶対みんなわかんないだろうな。ゴンブトリ遊戯だっけ？とカイザー海馬っていうなんか変なコンビがいたんですよね。ラジオン・ザ・タイムロード。あ、これに似てるようなの前出てきたけどね。なんか遊戯王これ好きだよね。この股間に剣が、股間から剣が出てるやつね。このデザインなんか結構好きな気がする。はい、私だけでしょうか。よし、ん？ああ、なんか裏に勇気って書いてある気がしたけど、違うか、勘違いですね。はい、ダークブレイズドラゴン勇気って誰だよって感じですが、ダークブレイズドラゴン1200なんだ。おー、なんか攻撃力ね低いけどなんか強いんだろうね、いろんな効果とかでね。よし、ブルーアイズ来い、ブルーアイズ、ブルーアイズ、ブルーアイズ、あー、ジャイアントレックス、あー、なんかジュラシックパークで100匹ぐらい出てきたよ、こういうの。ジャイアントレックス2000あるんだ。ちょっと脳筋っぽい感じでいいね。うん、キャノットアタックって書いてあったような気がしたぞ、今。よいしょ。ほい。お、ジュラシックインパクト、こういう絵待ってた、こういう絵。いいね。これ、かわいいわ。これ、さっきのドルマゲドン、あ、じゃあ、アルマゲドンよりこれ、だいぶインパクトあるよ。うん。ジュラシックインパクト。恐竜デッキ、恐獣デッキか。恐獣っていうなんかデッキ流行ってましたよね、去年ぐらいにね。うん、あった気がする、あった気がする。スターターで出た気がする。それなのかな？あ、黒魔術のカーテン。やっと知ってるカード来た。ブラックマジシャンがなんか隠れるんだよね、これ確かね。
はい、でき半分払っライフポイント半分払ったらブラックマジシャン出せるのか。うーん、かっこいい。ここにカーテンつけとこう。よし、エグゾディア残り2種揃うかな。さあ行きましょう。ほい、よいしょ、なんかずれてきた。ソーラーリチャージ、ん、なんだ、太陽光発電みたいな。うん、太陽光発電するとね、はい、電気代が安くなるとか言ってますけどね、太陽光設置パネル代が高いですよね。サイバーブレイダー、この子いた。エトワールサイ、ん？ん？エトワールサイバーは知らない、ごめんなさい、知らなかった。ブレードスケーターも知らなかった。あれ？なんかでも見たことあるんだよな、これ。オリパの景品とかかな。はい、これ多分じゃあ強いやつだ。やった、よかったよかったよかった。はい、サイバーブレイダーです。サイバーブレイダー、なんか聞いたことある気がするんだよな。はい、では最後、最後じゃない、大嘘。あ、ジャッカルの聖戦士、これめっちゃ使ったわ。フィールド上のモンスターを戦闘によって破壊すると、その、カードのデッ、あ、じゃあそのカードをデッキの上に戻すっていうね。デッキの一番上って嫌だよね、また引くのかよこれみたいな感じだって結構ね、めんどくさかったっていう、はい、気がします。よし、じゃあ最後に、あ、最後に2枚やった。お、じゃあ英語版残しとこう。英語版がもしかしたらブルーアイズの可能性高いからね。はい、デストーイマットキマイラ、可愛いんだけどな。なんかメイプルストーリーに出てきそうなデザインですね。よいしょ。はい、では最後、ブルーアイズ当てていきましょう。ブルーアイズホワイトドラゴンのシークレット、いきましょう。ブルーアイズ、さっき出たやつか。はい、ビジョンヒーローアドラッション。はい、じゃあ最後一応開けとこうかな、デッキビルドパックもな。うん、ハサミないけどいいや、一人開けちゃおう。デッキビルドパックってことは多分ね、あれなんだよ、戦略的なカードとかが入ってるからね、有料カードみたいなやつがね。だから私からしたらね、全くわからないんですが、うん、適当にレビューしていきたいと思います。もう適当にやるからね、もういくら叩いてももう私は適当にやるからね。はい、6ブーシュの影支援、うん、なんか支援してあげたい。忍びの6、あ、忍び？え、忍者が出るの次。めっちゃかっこいいじゃんこれ、6ブッシュって。なんだこれ。あ、忍び、武士とかが出るんだったらちょっと買っちゃおうかな。お、モダンの車種、ザキッド、うん、私と同じ帽子かぶってるね。はい、あ、ちょっと待って、キラ来てるよ、キラ来てる、キラ来てる。これ持ってるんじゃない、最後に来るんじゃないかな。曇りの天気新キラ行きましょう、最後が、ほい。アンパンマンみたいなやつかな、これ多分外れですよね。うん、はいはい。この動画編集しないで出しますが、うん、宝探し的な感覚で楽しんでいただければと思います。はい、もう半分ぐらい低評価ついてもいいや、今回は仕方ない。うん、今回は私も諦める。うん、ただこいつだけはちょっと気持ち悪い。うん、サイバーラーバーな、こいつは次回から回避したい感じですね。そしてこれね、これ美人か美人じゃないか、ぜひね、コメントください。うん、これ難しい顔だよね、美人なように見えるんだよ、でもなんかちょっと目離れすぎてないかみたいなところがあるんでね、これ美人か美人じゃないかコメントください。そして何かあったかな、うん、このシュワシュワのレアもな、なんかな、好きなんだけど嫌いみたいな変な感じですね。こいついいよな、なんか使いたくなるんだよ、この真顔ね。私ズームもしないけど編集もしないから今回、うん、この真顔いいね。はい、っていう感じで、こういったね、ダラダラする動画好きな方はぜひ私のシャマのラジオチャンネルっていうところをね、見ていただけると嬉しいなと思います。はい、という宣伝動画でした。シャマでした、さよなら。